画家の夢を諦めたフリーターのヒロシ、突然の余命宣告がこの夏を人生最後の夏に変える。あんたなんか自分に死ぬことも生きることもできないじゃん。お前みたいなガキに言われなくたってそんなこと分かっ。投げやりになるヒロシに全身でぶつかる舞、彼女に翻弄されながらも諦めた夢を取り戻していく。お互いの名前も知らないまま、トイレのピエタ、もっと早く走ってよ。病人なんだけど俺。今回初監督作ということで、はい、トイレのピエタ、はい、見させていただいたんですが、ものすごくその作家性が出てる作品で、はい、デビュー作と思えないようなクオリティの高さだったんですけども、これってプリプロからっていうか、もう原案から、今まで原案をその手塚先生のところから、はい、それを承諾いただいて今に至るまでっていうのはどれぐらいの期間だったんですか。はい、一番最初にこのアイデアを知ったのはもう10年以上前ですね。うん、NHK かなんかのドキュメンタリーで、まあ、手塚さんが最後にまあこういうアイデアを残してたっていうのを知って、でその時は僕は別に映画監督でも何でもなかったんで、映画をいつか撮りたいなっていうぐらいの思いぐらいだったんですけど、これをいつかやりたいと思ったのが10年前で、その時はでも役者の仕事もやってたんですよね。そうです、役者をやって、うん、で本当に役者、僕映画が、まあ、映画の仕事に就きたいなと思って、でだから映画ってスクリーンに映ってるの俳優さんなんで、はい、映画に関わる頃俳優っていうすごいシンプルな発想だったんですよ。うん、それで俳優やったら実はそこにはもちろんいろんなスタッフがいるっていうのを当たり前のようなことをその時初めて知って、うん、でまあ、自分の伝えたいことを伝えるのは監督が一番だなと思って、うん、じゃあ監督やろうと思ったのがちょうどそのぐらいの時期だったと思うんですよね。それで僕は出るよりも裏方の方がいいなと思って、でそこの時にまあやろうと思ったんですけども、当然まあノウハウも何もないんで、その時にドキュメンタリーを自分で撮り始めてた、ちょうどその時だったんですよ。まずだからこれいつかこれを映画化できるところまで行きたいと思ってた。フィクションを撮るという感覚として。そうですね、はい、で実際に企画として動き始めたのは僕の最初のデビュー作のピューピルってドキュメンタリーが2011年に公開して、うん、公開した後に、まあ、今回のプロデューサーさんからまあ声がかかって、うん、2011年の4月ぐらいですかね、うん、そこからまあプロットを作り始めて、で2012年のどこかな、年末なのかな、手塚誠さんに挨拶しに行って、うん、さんに、はい、もうその時にもうすでに実は面識はもうあって、で誠さんとは、でシナリオを持ってプロデューサーの方と一緒にこれをやりたいんですっていう話をさせてもらって、ただまあその、まあ、原案なのか原拠なのか、その手塚さんの方としてもこれどういう形でこれを許可も何もみたいなところがあったらしいんですけど、ただまあワンアイデアですもんね。そうなんです、ただトイレのピエタっていうその文字に関してはそのメモにあるんで、さすがにその勝手に使うわけにはやっぱりいかないし、うん、まあ、もちろんやっぱりそこからインスパイアされたんで、うん、筋としてはちゃんとやっぱり話をして、うん、その名前を使わせてもらえるかどうかっていうことと、うん、まあ、こういうところから僕はインスパイアされたんだっていうこともやっぱりちゃんと言っていいかどうかっていうこともやっぱり聞かないと筋が違うかなと思ったんで、うん、それでまあ手塚さんの方からまあ、松永君であればみたいなことを言っていただいて、うん、それが2012年ぐらいですね。お、はい、なのでまあ実際にプリプロダクションとして動き出したのは2011年から、うん、なのでまあ5年結構時間かかりましたね。かかりましたね。はあ、でもまさかでもここのね、手塚先生がねもうお亡くなりになる直前に書いた日記からのネタを拾うっていうのは誰も想像つかないですよ。そうですね、ただなんか手塚誠さんが言うには、うん、意外とこのアイデアをやりたいって言ってた人は意外といたらしいです。へえ。ただここまでシナリオちゃんと書いて、うん、本当にやりたいって言ってきたのは松永君だけだみたいなこ
ことは言ってましたね。ああじゃあそこまで本気になってるっていうのは松永さんだけだったっ、うん、そうですね。実際シナリオ書いてきて、うんまあ、プロデューサーがいて、うん、これをやりたいんだって言ったのは松永君が初めてだみたいなことは言ってましたね。まあ、具現化まで行くっていうのは結構ね見積もり高いですからね。そうですか、まあ、あの本当に、まあ、ほとんどメモを読むと、うんまあ、すごく重要なアイデアではあるんですけど、うん、その物語としては当然出来上がってないんで、うん、形にするのってまあそれはそれはまあ簡単ではないとは思うんですよね、うん、まあそうですよね。ということはそのじゃあ松永さん自身はその少年時代とかその映画とかをたくさん見て育ってきたとかそういうわけじゃなかったんですか？そこまでね、うん、その多分映画監督の方の中では映画見てない方だと思います。ほうほう。ただ普通にそれこそグーニーズとか、うん、ネバーエンディングストーリーとかものすごいメジャー系、ね、ジャッキーチェーンとか、うん、そういうのは見てましたっていうぐらい。へえ。でもそういうなんかそのねブロックバスタームービー見てる割には、はい、このトイレのペーターって作家性が異常に強いから。そうですね。あの結末もまあねもう見てる人多分見てる人がこのあのインタビューとか見ると思うんですけども、うん、あこういうふうに持ってくんだっていうのが意外だったんで、うん、そうですね。だから映画に関わりたいなって思ったのが、うん、中学校の卒業式の翌日に、うん、ロビン・ウィリアムズの「今を生きる」っていう映画を映画館で見たの。あーオーストラリア映画だ。そうですね、はい、であれを見てすごい衝撃を受けた。最後自殺しちゃうやつ、ね、そうですね。なんかあの、うんみんなが生徒が机の上に乗って You are captain, my captain みたいなことを言うんです、うん、なんかあそこですごい泣けてしまって、うんね、結局ロビン・ウィリアムズが死んじゃったけどね自殺してね。そうだからショックけど、ね、ショックでしたけどね、うん、僕のだからあれ見た時に映画ってすごいなと思った。なんかたった2時間ぐらいの時間でなんか僕はすごい衝撃を受けて感動してしまって、だから今までのそのなんだろうネバーエンディングストーリーとか、うん、グーニーズとかとはちょっと違う、うん、でそこから見る映画の種類が変わって、うんグランブルーとか、うん、そういう、はい、そういういわゆる作家性のなんか監督名で見るようになってて、うん、で大学に入ってどん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 そういうことが思考が強くなってって、うん、でまあ役者をやりって、まあ、映画に関わりたいと思って役者を始めてから、うん、もうさらにその思考がなんていうのかね、もう明確になってったというか、うん、だからもうどん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 映画を見るようになってからは、まあ、それこそ、まあ、相米慎二さんとか、うん、岡本喜八さんとか、うん、海外で言ったらホウ・シャオシェンとか、うん、もうどんどんまあメジャー作家性強い人ばっかりですねになってった。あじゃあもう自分の見る作品 の, そのやっぱ感性も経路も変わっちゃったわけですね。変わりましたね。その今を生きるから、まあ、あれもハリウッド映画じゃないですからね。そうなんです。だからあのそこからするとやっぱりちょっとずつちょっとずつ変わってったんだと思いますね。うん、はい、はあ。でやっぱ大学卒業してからなんかねその窓拭きの仕事してたっていう、はい、ずっとやってました。それが、まあ、今回反映されてるじゃないですか、はい、そうですね、オープニングのところから、うん、だから初めて10年以上前に手塚さんのこのアイデアを知った時に、うん、いくつか設定はもうバーって書いた時に、うん、設定は窓拭きの男っていう設定を決めてたんですよ。もうやっぱ自分を自己投影しようっていうところ完全にもう自己否定と自己肯定の映画これはそのまあ主人公はもう本当に僕だし、うんうん、うん今の時代に生きてて、うん、その杉咲花演じる舞という女の子みたいな人がいたらいいなとか、うん窓付近に出てくる同僚は僕の周りの人だったし、うん、もうほとんど僕のその生きてきた時間の中でのいろんな思いをここにきっとやっぱりな入れ込んでるますね、うん、実際やっぱねこの作品もそうなんですけど作品で、まあ、野田さんが、はいね、ミュージシャンの人が、ね演じるっていうのも、うん、最近自分で見た作品でも川崎稔監督のアウターマンという作品が、まあうん、秋に公開されるんですけどあれも主役 の, あのゲロっていう方がミュージシャンなんですよ。でミュージシャンでそれで主役なんですよ、うん、で思ったんですよ。で今回もねあのこのピエタに関しても野田さんミュージシャンで主役じゃないですか、はい、あの表現力ですよやっぱり。いやそうだと思う。そこですよね、うん、あの芝居がすごく乱暴な言い方をすると、うん、芝居できるかできないかじゃなくて、
中身に何を持ってるかっていうことだけだと思う。そこですよねやっぱり、はい、うん、だからまあ、陽次郎も自分で言ってたのは、僕は、まあ、もちろん当人はすごく心配をしてたんですね。芝居やったことないし、うんうん、芝居の練習とかレッスンみたいなのをしなくていいんですかっていうのはずっと聞かれてたんですけど、うん、でもまあそれはもうやんなくていいと思ったし、うん、何よりも表現する上でとても大切な、その人生としてのその豊かさというか表現力、中身はもうぎっしり詰まっていて、このまあ園田浩っていう役を演じるにはちゃんとしたものを持ってると思ったんで、それは僕は現場で引き出すからと言って、まあ役者ってやっぱり結局人としての豊かさがない人じゃないと、やっぱ主役みたいなものはできないと思うんですよね。そういう意味ではミュージシャンって常日頃いろんなものに対して、まあね、プロテストっていうか、この世の中とかに対していろんなものを感じてこう表に出してる人だから、清志郎さんとかもそうだと思うし、やっぱりそういう人たちってすっごい魅力的ですよ。だからハマればハマると思います、ミュージシャンってっていう言い方ですけど、まあ確かに、で結局このやっぱり、ね、野田さんが演じてくれてるっていう部分で、周りのね人たちが、豪華な人たちが支えてるっていう、はい、すごく今までの何だろう、こういうね邦画とはちょっと違ったテイストを感じたんですよね、うん、そうですね。だからそのキャスティングをする上で、うん、やっぱりすごく一番最初に野田洋次郎という、うん、そのまあ人間が決まって、うん、じゃあこの人の魅力、うん、ライブやってる時とかの姿ってもう本当に魅力的で、うん、でこの人の魅力を引き出すことができる配役にしようっていうのもプロデューサーの人たちと意見は一致していて、そういう意味で杉咲の役を選ぶために1年オーディションかけさせてもらったんですね。で最終的に 5,6 人の方に残ってもらって、最後エチュードみたいなのを最初オーディションで、まあ洋次郎には内緒で、まあ、内緒っていうか、まあ、やろうと思っちゃって、その場でこう、まあ、見学しに来て、見学来てもらった時にただ見てるだけでいいよって言ったのに、ちょっと申し訳ないけど横に座ってもらえるかなと言って、やっぱ見たかったのはその2人で即興芝居をやった時にどういう化学変化、まあそのセッションになる、セッションどんなセッションになるのかなっていうのが見たくて、そういう意味で杉咲花がその野田洋次郎を刺激した時の2人のその高音の仕方がやっぱすごかったんですね、うん、だからやっぱこの2人で行こうと思って、はい、なんかね生と同って感じ、そうですね、やっぱこのコントラストがすごくね色濃く出てたんで、やっぱ見てる側としてもメリハリがつくんですよ、うん、やっぱ違うタイプのキャラじゃないですか、うん、そうですね。だから本当にそういう意味ではリリーさん、うん、宮沢さん、大竹さんとかも、うん、どう主人公のこの何ですかね、こう面の皮が厚い、なんかこう淡々としてるような男のこう皮を一枚ずつ剥いでいけるかっていう、それは物語の中でとても重要な要素だったんで、そういう意味でやっぱり本当に実力のある方たちに出てもらえたことはとても大きかったですね、本当に。でも一番大変だったのは大御所の人たちを演出するっていう初監督作で、どうでした？いやまあそれはそれはやっぱり緊張しました緊張っていうか、なんだろうな、いい意味で、うん、みんなその自分の意見をちゃんと持ってるんで、ああそうなんですか、やっぱりその何でも分かりましたっていう人たちじゃないんですよね、うん、だから優秀っていうかすごい役者さんだと思うんですけども、うん、自分の意見があるわけですよ、本に対しての解釈と人物造形に対する解釈が、うん、だからそこが自分と食い違う時ももちろんあって、うん、その時の話し合いはもう本当にもう胃が痛くなるっていう、あそりゃそうですよね、まあ、大御所の人たちだからね、ただでもそれがあるから、うんうん、一流なんだと思います。そうですね、うん、だからその若い監督だからって言って、うん、なんとなくじゃないです、うん、すごくちゃんとぶつかってきてくれるから、うん、それはすごくありがたかったですよね。あそうなんですね、すごいですね、うん、皆さんちゃんとやるんですね、だから、うん、それはありがたい、うん、だから監督だか若いし新人だからって言って、うん、なんとなくじゃあ、うん、なんとなく分かんないけどやりますよっていうことではなくて、うん、私はここが分からないっていうことを容赦なく言うってことは、
やっぱすごいなと思いましたね。多分それはこの、まあ、トイレのピエタ見て分かったのが、今の作品にないテイストとして説明的な方法じゃないんですよね、やっぱ普通今の映画ってやっぱどうしてもそのモノローグ入れたりとか説明的な箇所がたくさん出てくるんですけど、一切ないじゃないですか。でそこがやっぱ作家性の強さっていうのが出てると思うんですけども、やっぱり演技する側の人たちはなぜこうなのっていうとがきにも書いてないわけですよね。そうですね。ああなるほどね。多分僕のシナリオは相当とがき少ないです、へえ、まあ、あのプロデューサーにもうちょっととがき足さないと誰も理解できないとがきがないと確かに現場でこれどうなの監督ってやっぱよくねそういうセッション行われてるの見ますもん。いやあるシーンで絵が完成する直前、その主人公がこうずっと絵を描いてて、カメラがぐるぐるこう回るシーンがあるんですけど、そこのシーンのねとがきは1行だけしか書いてないんですよね。1行トイレに広がる無限の宇宙って書いてそれだけ。その時でリリーさんどう思ったんですか。あ、リリーさんっていうかね、あの洋次郎だったの。洋次郎だけが描いてるシーンなんで。あそこのシーンだけね。そこだけ、はい、あそこってやっぱ CG も付け加えてるんですよね。いや全く CG も付け加えてない。CG 使ってないですかあれ。あの最後その広がるところも繋がってないから使って、全く今回 CG は、病院名変えたりとかそういう。それだけなんだ。それだけ。あそこでも一回広がるじゃないですか。あれってじゃあセット、あそこセットだったんですよね。セットトイレのところって。だからアナログで広がってる。あれ広げたんだわざと。せーので後ろでこう人が引っ張ってるんです。CG かと思ってた。使ってないんですよ。だからそのアナログ感がやっぱり僕は欲しいなと思って、うまくいかなくていいと思って。だカメラの引くタイミングと扉の開くタイミングを微妙に調整しながら何回も撮りましたね、そこ。なるほど。自分がこの作品で一番気に入ってるところっていうのはやっぱね、この野田さんが最初ライフっていう T シャツ着てるんだけども、それ入院したらジーザスになって、しばらくジーザスになってるじゃないですか。で最後の T シャツでまたライフに戻ってるじゃないですか。ここの描写ってこう意図的にやってるのかなと思って。一応ねやっぱり T シャツ選びはね当然やっぱりいろいろ考えましたね。あやっぱそうなんですね。だからそのなんだろう、これもこれがジーザスかな。ジーザスですね。なんか皮肉じゃないですか。うんそうなんですよ。なんだろうな、結局生きるとか死ぬとか、僕たちってそんなに感じないんですよ普段きっと。だからライフとかジーザスとか着てるけど、別にそこに本質的な意味って求めてない、なんていうのかな、本質的な意味を感じずに僕たちは身にまとう、生きてると思うんですよ。でもそういう人間がやっぱりそのまあ人、僕たち多くがそれを本当に考えられる瞬間って実はもうなんていうのかな、引き返すことのできないところまで来た時じゃないと僕たちは実感できないんじゃないかと思ってるんですよね。なんか死なんて言葉みたいなのなんてってついちゃうぐらいだと思うんですよ。生きるなんてとか死ぬなんてっていうぐらい僕たちにとっては当たり前のことで一般的なことで、でもほとんどの人が実際の死とか実際に生きるってことに対して何か実を感じてるかったら、やっぱり僕も含めてなかなかそうじゃないと思う。だそういう男がまあ本当に死を宣告されて、死を宣告されても死ぬってことがいまいちわからない、で本当に最後の最後でもう残り本当にもう少ししかない時にそれをなんか自分の中で受け入れて、絵を描くっていうことが悲しいかもしれないけども実は彼にとっては豊かな時間だったんじゃないかなっていう。だから T シャツ選ぶ時にも、まあ、無意識にそういう T シャツを着ているっていうことはやっぱり衣装を決める時にやっぱりまあその洋次郎本人とかともやっぱりそこはやっぱり考えたっていうか、こういうの着ちゃう男だよねきっとっていう皮肉っていうか、ね、すごく皮肉だなと思ったんですよね。やっぱライフとジーザスってものすごいなんかね密接してる関係じゃないですか。ああこれすごいなって意図的にやってるね、やってるから、最後はそこでライフになってるから、そうです、ね、そのままねジーザスのままかなと思ったんですよ実は。そう意外と T シャツ目に行く人になんかライフとかジーザス着てるよこの男みたいなことを言ってくれる人いるんですけど、なんか意外とやっぱり洋服って、そのキャラクターを表すからちゃんと、その公園兄弟の映画とかの衣装がすごくやっぱり豊かだなと思っていて、やっぱりこう
ちょっとしたことでその人の人物造形を見てる人が楽しめたりすると思っていて、そういうふうなのは、まあ、限られたもちろん、まあ、予算とか時間の中でこの中には注ぎ込もうとは思いましたね。だからそれやっぱすごくいい表現だと思いますよ、やっぱりインパクト残りますし、見てて、あ、なんかここってやっぱメッセージ強いなみたいな、やっぱなんだろう、野田さんがやっぱ寡黙な人のキャラクターじゃないですか、だからそうなるとどこでそのこの作品はあの絵から表現するのかって見ると、やっぱそういう T シャツとかそのまあ細かい小道具の部分とかっていうのはやっぱ目がいっちゃうんで、だそこはすごくね、あのなんだろう、センシティブに描いてるなって感じたんですよ。そうですね、なんかすごく、あのなんだろうな、殺風景に思われる映画かもしれないと思うんですけど、でも日常ってそんなに劇的じゃないから、ただよく観察するとその人のいろんなことが落ちていて、そういうのをこうなるべく削いでここの中に表現できたらいいなとは思いましたね。多分あのこういう作品って日常の中の原風景を撮ってるじゃないですか、それ原風景撮ってるってなるとどうしても地味な絵作りになるし、でも、思ったのは松永監督は、普通に撮るっていうよりもちゃんと撮りたい絵を撮ってるなっていうのが分かるわけですよ、それなぜかっていうとハンディでいっぱい撮ってるんじゃなく、ちゃんと距離測って撮ってとか、見てる側は分かるんですよね。なんで適当にやってない監督だっていうのが分かりました、ね、嬉しい。そう、そんなにバンバン回せるほど撮影日数がなかったっていうのがあるし、だからそのやっぱりワンシーンワンカットで撮りたいシーンっていうのもやっぱり、結構事前にやっぱりあったし、でもカット数多いじゃないですか、この作品。そんな多分多くない、多くないんですかと思います。でも意外に多かったような気がするんですけどね。本当はね、全部ワンカットでやりたいぐらいなんですけど。マジっすか。本当は無謀だな。そう、なんかいやだからそこは期せずしてドキュメンタリーから始まったことにかなり起因してると思います、あ、なるほどね、やっぱそこなんですね。なんだろうな、ちゃんとしたものがあれば、カメラの前にいる人たちとか空間がちゃんとしてれば、仮に被写体がカメラから外れてても、ちゃんと伝わるみたいなことを青臭く信じてる人間。そっちだった。そう、だからドキュメンタリーってやっぱすごいのは、目の前に起こってることがまあ事実で、編集していくことによってもちろんそこにはいろんな思惑が出てくるんですけど、画面に映ってるものってすごいものってちゃんと伝わるんなってやっぱり思ってて。ですよね。だからそこのカメラに映すべきもの、役者に対してものに対しては自分がちゃんとやっぱり明確なものを持って作れば、あとはカメラマンの人がドキュメンタリー撮るように撮ってくれればいいと思っていて、だからスタッフは相当大変だったと思いますね。確かに。でやっぱ気になったのが、その野田さん自身が、今回その、主役をやって、でその主役は自分の自己表現が下手くそな不器用な男として、結局大学を卒業しても定職つかずにこういう状態でフラフラになってるじゃないですか。でそれはやっぱり松永さんも実際はそうだったんですか。そうです。だからバイト復帰8年ぐらいやってたんで。8年っていう、それもバイトだったんですか。普通にバイトです。正社員じゃなかったんですか。いや正社員なんかなれないですよ、本当に。バイトです。だからバイトしながらその最初のデビュー作のピュービルっていうものを撮ってて、まあだからこの陽次郎が演じた園田博史みたいに、俺は違うと思ってたし、俺は映画をいつか撮る人間だと思ってたし、俺はバイトだしと思ってたし、虫みたいだなとか、なんか俺はまあ本当にかっこ悪い言い方ですけど、窓拭きで人生が終わるわけじゃないとか思ってたりとか、要するにまあ本当自分のそういうダメな発想っていうか、実はそこで就職して頑張ってる人たちの方が俺よりすごいって後からやっぱ気づいたりとか、だから本当にさっき言ったような自分のその自己否定と自己肯定みたいな、そういうのは全部注ぎ込みましたね、本当に。あ、やっぱキャラクターとして投影されてますね、かなり。いやもうだから陽次郎と1年間かけていっぱい、本当に月に2、3回2人でご飯食べてお酒飲んでいく中で、
演技の話は全くしなかったです。ただお互いがどういう人かってことを本当に話していく中で、いや主人公ってもう監督自身だよねみたいなことはやっぱり本人からもよく言われましたね。アーティストってやっぱそっち自己表現ができるし、やっぱその芸術家肌が強いじゃないですか、うん、そのミュージシャンも、まあ、映画監督もそうなんですけども、うん、実際その野田さんはこの、トイレであの筆持ってって、まあね、あのハケ持ってやってる時って、はい、最初右手で書いてるのに途中から左手になってたじゃないですか、うん、あれって両利きなんですか？きっとね両方で、あの本人の利き手としてはいろいろあるらしいんですよ、うん、書くときと食べるときとなんかいろいろ違うって言ってました。いや両利きですね、スイッチしたじゃないですか、うん、もしかすると、はい、見てて気になったんですよ、あれって右だったのに、あ今度左で塗ってるし、うん、だから両方できっと書ける、でそれ途中から両方でこうにあったりとかしてるから、うん、やっぱそういうところでその芸術家肌っていうのはやっぱそっちのスイッチできるし、まあ、左利きの人もいればとか、うん、そういうのを考えたんで、やっぱ最後の見てるときに、あこの人は実は実力あるけども不器用なままなくなっちゃうんだっていうのが言葉では表してないけども、うん、絵で分かったわけですよ。それはすごい嬉しいですね。だから本人もすごく気にしてたのは、うん、絵を描いてる姿が、うん、嘘に見えたら嫌だなっていうのは、別に本人はねそのプロの絵描きでもないわけだから、その歌い手として、ただ当然そのクランクインするまでにいっぱい絵を描いてもらったし、でその中で自分のものに、だから自分ができることはそれがやっぱり見た人がその嘘っぽく見たくないっていうのはやっぱりすごく、やっぱりそういうのは大切にしてくれて、うん、没頭してくれてましたね。だから描いてる時は本人も言ってたけど、やっぱり本当にもう没頭して撮ってるって書いてくれてたって言ってました、ね、ああそうなんですね、へえ、いやいい話だなそれ、うん、これがでも最初と最後にしたくないですよね、野田さんの演技はね。どうなんですかね、ただまあ僕がもし、あの普通にお客監督やってて、うん、観客としてこの映画見たら、うん、一緒に仕事したいと思う人だと思います。他の監督でもそう思ってる人はいると思いますけどね、本人がやるかどうかは別として、あ、まあ、畑が自分の畑で違うところだっていうのがあるから、まあ、積極的にはやらないと思いますけどね。そうですね、その辺はまだからね、一観客として見てみたい気持ちと見たくない気持ち両方ありますけどね、うん、でもそれを言ったらもうね30年ぐらい前にね、ダイヤモンドユカイさんがねミュージシャンとしていきなりねその海外の映画に出ちゃったじゃないですか。結構だからそれこそ大島渚さんとかもそうだし、うん、やっぱりその別のフィールドの人をやっぱり連れてくることは、うん、まあ、実はそんなに新しいことではないとですよね、うん、その時その時でやっぱりそういう人たちが現れてくると思うんで、うんうん、まあ、いかに自己表現がうまいかですよね。そうですね、その役に、うん、あのリンクするものをその人が持ってるかどうかっていうことで、うん、やっぱりこの映画の中で生きてるかどうかっていうことがあるんだと思いますね、うん、あとこの作品ってもともとはすごい長尺だったっていう話を聞いたんですけども。そうですね、最初つなげた時に2時間半ぐらい、あ2時間半あったんですか、はい、30分削ったんですか。そうシーンとしては20シーンぐらい削ってますけど。20も削ったんですか、どこ削ったんですか。いやもうだから丸々ないシーンがたくさんあります。え途中から切るんじゃなくてそこのシーンが丸々ないですか。のがたくさんあります。だからクレジットされてるけど出てない人が何人かいる。結構印象深いところではどんなシーンなんですか。印象深いところ多分全部だと思うけど。そうですね、うん、いや結構ありますね、結構あります、ね、話が変わっちゃうぐらい、はい、その印象深かったんですか。いやね、うん、どれもすごい質量だったんですよね、うん、だからシナリオ書いてる時には、うん、絶対に削らないだろうっていうシーンもいくつあったんですよ。ただそのやっぱり、まあ、あの僕自身の性格かもしれないですけども、とにかく全力で全部投げかけてくんで、うん、だからこうあのメリハリがなくなっちゃう、うん、要するに全部こうブワン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 投げつけてるシーンがたくさんあるんで、うん、そうすると最後までね、うん、あの2時間半の見た時に最後まで到達しなかったです。え感情がそう途中でも途中でももういいと思っちゃった。へえ、だからそのすごい思い入れのあるシーンっていうのもいくつか削ってるんですけど、うん、でもまず最初に
森のシーンで、うん、まあ、そのハミングをするシーンに一つまずピークを持ってくるためにっていうのと、うん、まあ、最後 の、 あの本当に最後の絵を描き始めるところにもう一つのピークを持ってきて、うん、まあ、最後の陽次郎が言う一言っていうのがちゃんとこうポイントとして生きるようにするためにはどうしたらいいかっていうことでこう省いていきました。ああ、そうなんですか。あそこもそういえば森のシーンって野田さん泣くまでやってたんですか、撮ってたんですか。やっぱり泣くまでっていうすぐ泣けるもんなんですか、ね、役者じゃなかったのに。そうですね、あの本当タイミングで泣いてほしいと思ってたんです。へえ。最初は泣かずに始まって、はい、途中からこらえきれなくて、その僕は感情が壊れる瞬間が見たいから、うん、用意スタートで最初から泣いてるとか嫌なんですよ、うんうん、だからあれはあのまま本当は使ってもよかったかなとも思ったんですけども、全く丸々、うん、でもまあ今の編集とインサートいろいろ風景をしてるんですけど、うん、まあ、それで全然よくて、途中からなんか曇ってきてたから、そうそうそう、あでもね、あれはでも本当に丸々こっちの狙いとして長く撮りました、うん、でも曇るところがちょうどバランス的に良かったんですよ。そうなんです、そこなんですよ。だカメラマンが、うん、これはすごい奇跡的なショットを撮れましたって言ってくれて、うん、最初 CG かなと思ったんですよ。いやいやいや、要は気持ちが曇ってくるっていうタイミングで泣き始めたところで、あんな明るかった天気が徐々に暗くなって曇ってくるっていうのは、どう考えてもこれはね CGI だろうと思ってあだからそう、本当にそういう意味で、うん、なんだろうな、いや映画の神様っているんじゃないかと思う時があります。なんか映画撮ってて、うん、もうやるだけやって、うん、天候って、うん、僕たちのやっぱりその能力を超えてるから、うん、風とか、うん、太陽の光って、うん、そういうのは瞬間瞬間ですごい奇跡的なものが入ってるなっていうカットが、うん、結構この映画には僕はありますね。おそれこそ本当にそのハミングのところもそうだし、うんうん、やっぱ神様ですよ。そう、漫画の神様がいて映画の神様がいるんですよそうだ、そういうなんか自分のそのなんていうのかな、人間の力を超えたところにも、うん、何かあるって思えるのが意外とロマンがあるなと思っていて、CG は否定はしないし、うん、CG ができたことによる凄さも表現 の、 幅も広がったんですけど、うん、やっぱりその人の力を超えたところで生まれる何かっていうのって、うん、僕たちの想像を超えるから、うん、そのやっぱり面白さはあると思います。ですね、うん、いや本当いい映画だったと思います。どうですか、やっぱそのディレクターズカット版をじゃあ DVD で、そうですね、時間満々いつか出したいんです。まあ最初は出させてもらえないと思うけど、小沢さんが許さないでしょいやまあでもなんか自分も今はでも、うん、この長さが、うん、この映画にとって一番いいって思ってます、うんうん、もしかすると5年後2時間半のやつ出したいと思うかもしれないですけど、期待します。はじめまして、トイレのピエタの監督の松永と言います。もうすでに映画を見てくれた方もいらっしゃると思うんですけども、できればこの映画をですね大きなスクリーンで見てもらいたいと思います。やっぱり僕のなんだろうな、映画って映画館のスクリーンで見るものが僕の映画という定義に勝手になっているので、大きなスクリーンでしか見れないものがこの映画にあると思ってます。本当一人でも多くの人にこの映画が届けばいいなと思っているのでですね、この、インタビューを見て興味が出た方でまだ見てない方はぜひ劇場に足を運んでいただきたいと思います。本当にどうもありがとうございます。